私たちのガーナのアゾントダンスの先生イーフレックスが今とても困っています。彼の努力の結晶でもある彼のダンススタジオ、皆さんもよく見てきたこのアイアムアゾントのスタジオがある権力者の買収により立ち退かないといけなくなりました。もともとストリートチルドレンだったイーフレックスは、貧しい子どもたちの社会的悪臭をストップするために無料でトレーニングできる場としてこのスタジオを作りました。そして現にこの場所から才能あふれるストリートダンサーたちがたくさん育ってきました。今このダンススタジオがなくなろうとしています。イーフレックスは新しいスタジオを作るために今クラウドファンディングを立ち上げ、皆さんからの寄付を募っております。リンクをクリックするとこのようなサイトが立ち上がります。そしてこのドネイトっていうところを押すと寄付ができるようになってます。この情報を知ってればもうぜひ寄付したかったのにっていう人のために分かりやすく日本語で伝えようと思って私は動画を作りました。早くイーフレックスの資金調達ができることをお祈りしております。皆さんもご協力お願いいたします。